どうも、構図です。今回ですけども、J1 で今季主力ほど稼働しなかった有望そうな選手を独断と偏見で挙げてみるというコーナーやっていきたいなというふうに思います。まあね、まだ J1 終わってないですけれども、まあね、下平選手との動画でもね、触れましたけれども、選手は大体10月ぐらいからね、各クラブのリスト上位にいる選手はオファーが来ますと。まあぜひそちらの動画を見ていただきたいんですけれども、まあもう11月と、J2 に関しては、まあ、レギュラーシーズンが終わってもプレーオフ残すのみというふうなところで、もう来季の編成の動きっていうのはもう当然出てるというふうな中で、今回は、ただの有望選手ではなくて、まあ、今年そこまで出場機会を得なかった選手にフォーカスを当てて、まあ、要は掘り出し物みたいな、まあ、そういった選手をちょっとピックアップしてみたいというふうに思います。で、北から順に、北のクラブから順にやっていきたいと思うんですけれども、まあ、好評だったら、もうちょっとボリュームアップしてやりたいなとも思いますし、なんならその、ね、まあ、J1 だったら、その、掘り出し物は主力ほど稼働しなかったになるけど、ね、J2 だったら有望選手とかね、J3 もそう、あるかもしれないので、まあ、ちょっと皆さんの反応を見ながらですね、やっていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。手始めに、まず、コンサドーレ札幌と、鹿島アントラーズの2チームから、ピックアップしてみたいと思うんですけれども、まずはコンサドーレ札幌と、この動画収録してる時点では、まだ J2 降格が決まってないですが、かなりピンチであるというふうな状況です。はい。なので、まあ、場合によっては草刈り場になる可能性もあると。J2 に落ちたらね、また予算が減ったりとかいろいろありますけれども、まあ、それは主力が該当するので、草刈り場とは主力が根こそぎ引き抜かれることを基本的には言うので、今回その主力ほど稼働してないっていう中から選定すると、いう中で、まあ、1人目はゴールキーパー高木選手ですね。J でも屈指の実力派ゴールキーパーだと。キャンプで左下前十字靭帯断裂、手術を受けた影響で今季大きく出遅れたと、菅野選手がね、今、正ゴールキーパーとして活躍されてますけれども、まあ、高木選手は本当に、ね、もう怪我から復帰されてるんですけれども、ね、スタメン取れれば、J1 でも普通に主力級というか、まあ、その万全であれば主力級ですよねっていうところなんですよね。足元もうまいし、要は、大分トリニータ時代に小島選手とポープ・ウィリアム選手を、ね、に勝ってスタメン取った選手ですから、非常に能力値は非常に高い、ゴールキーパーとしての実力はもう申し分ないというふうな選手が、今年出番がないと、まあ、怪我の影響でね。まあ、これは非常に、ね、まあ、狙いどころといったら、ね、あれですけど、狙い目な選手かなというふうには思いました。続きまして、2人目、家泉選手。もともと膝疾患の一つである棚障害に悩んでおり、手術を受けるというのが最近報道されてまして、家泉選手といえば、いわき FC からね、加入したものの、今季は12試合出場にとどまると、まあ、その守備的なところとか、サイドとか、まあ、いろいろなんか、使われ方なんかいろいろあったのを僕が見てる限りはね、いろんな使われ方、なんかいろいろ試されながら、試しながらみたいな感じで使われてた印象がありますけれども、まあ、そのいわき FC に去年いた時も、まあ、きっと個人昇格するよねって言われてた選手の一人なので、まあ、なんなら争奪戦じゃないみたいな感じだったんで、それをね、コンサドーレが射抜いたわけですけれども、なかなか思ったほど稼働しなかったというふうに考えると、まあ、ポテンシャル考えればまだまだやれそうだと、まあ、その怪我がね、しっかり完治して、能力値を出せればというふうなところで、まあ、出場試合数的には、よりは、なんか期待値が高い選手なのかなというふうに思いました。そして3人目、長谷川達也選手、長谷達、もう皆さんご存知ですよね。川崎フロンターレ時代に結構活躍されたアタッカーですね。ヴェルディの J1 昇格にも貢献しました。まあ、横浜 FC にもいたりしましたけどね。まあ、こちらも怪我で夏に離脱した後、左ハムストリング肉離れと。まあ、意外となんか怪我がちな印象もある。うまいんだけどね。だ能力は間違いないんですけども、まあ、怪我なく順調ならっていう条件が、まあ、つくかなっていう気はする。普通に怪我なかったら、めちゃめちゃ主力級だと思う。そう。アタッカーだって、長谷達と家長みたいな感じだったじゃないですか。昔の川崎って違ったっけね。なんかそんなイメージあるけどね。
なんかその三笘の前ぐらいのなんか印象がある。三笘のちょっと前ぐらいに主力だった印象があるけど、なんか違ったかな。うん、だから結構 しかも意外とポリバレントというか、前目だったら割とどこでもできそうな印象もあるので、うん、器用だし普通に技術力が高いからね、いい選手だなというふうに思います。そして鹿島アントラーズ、鹿島アントラーズはですね、中国監督、うん、あのポポビッチさんが解任されてですね、今中国監督が指揮されてますけれども、今季限りと、まあ暫定措置ですよみたいな感じで言われてるわけですけれども、じゃあ誰が何年ってなった時に、まあ今報道でも言われてるのが川崎フロンターレの鬼木監督が、まあ鹿島の来季監督になるのが濃厚決定的というふうに言われてます。そうなるとまあ川崎で8年ぐらい指揮取った鬼木さんですので、まあ教え子を連れてくる可能性もありますし、まあ編成面は不透明であると、まあなんなら川崎の監督に長谷部重俊さんっていうね、決定的なんて報道もあるので、長谷部チルドレンが川崎行くなら押し出されて出番なくなる選手もいるはずなんで、そうなると鬼木さんについてきますわっていう選手もいると。だから編成面自体が結構鹿島は不透明です。うん、主力といえども抜ける可能性が、だ例えば知念とかは川崎時代ね、鬼木監督の下でちょっと不遇だったのもあって、鹿島でせっかくボランチで使われてちょっと芽が出てるんだけれども、もしかしたらいなくなるかもみたいなね、そんな噂もあったりしますけれども、まあただこちらも一応出番がそこまでなかった選手をまずピックアップしてみると。うん、監督人事が決まったらね、またそこら辺のこの人移動すんじゃねえ問題はちょっと話していきたいですけど、1人目梶川選手、またねゴールキーパーで申し訳ない、僕結構ゴールキーパー好きなんでね、よく見るんですけど、徳島マリノス岩田などを渡り歩いたゴールキーパーと、まあ、セービングもさながら足元の技術も標準以上、まあそういう風にね、徳島時代にも結構言われてたと思います。で今もうね年齢も33歳と、まあ、ベテランの域に差し掛かってますけれども、ゴールキーパーはね選手寿命がまあフィールドプレイヤーよりも長いので、まあ、それを考えれば J1 の控えにしては心強いタイプかなと。うん、控えにしておくにはもったいないかもしれない。普通に主力としても稼働しておかしくないんだけどなという感じはします。はい。2人目須貝選手、甲府で活躍して鹿島へ電撃移籍と、ただ現状試合出場数が13試合出場時間141分と、まあ、なかなか出場機会を得られてないと、まあ、鹿島には能野選手と安西選手という、まあ、優れたサイドバック揃ってますから、まあ、その牙城を崩すのはさすがに厳しいかなとこういうふうな、まあ、そこの壁があるよねと。で比較的ポリバレントの選手でもあり26歳とまだまだ伸びしろもあるので獲得したいクラブはあるのかなと。右サイドバックな印象があるけどね、左もできたんじゃないかな、なんならセンターバックだってこなせるしボランチもこなせるみたいな、結構なんかユーティリティ感あったような記憶します。まあ基本的には右サイドバックの印象が強いかな。そして3人目田川選手ね、夏加入したんでハーツからね確か、でそっから出たらなんかすぐ怪我しちゃったんだよね。貯金試合でまたね復活されましたけれども、まあ、戦列を離れた期間結構あったので3ヶ月ぐらい、だから鹿島での出場機会はまだわずかであると。まあ来季の構成入ってるのか分かんないので何とも言えないですけども、まあ、鳥栖時代 FC 東京時代もそうですが期待されてたストライカーですよね。世代別の代表にも呼ばれてたほどの、まあその期待されてたっていう逸材って言われてる中の一人だと思うので、まあ持ち味としては裏抜けとシュート威力の高さなので、まあねストライカータイプの選手ね欲しいよっていう、結構前だったらウィングもいけんじゃないかな、だからまあ結構使い勝手もいい。そうだからね、新潟的には谷口選手あたりと競わせたいですけどね。新潟の話につなげるとすれば、これ全部新潟的にも割と欲しいところの選手なんで、須貝選手なんで藤原宗也選手のバックアップ、ゴールキーパーはね、まあ、新潟結構いますけど、長谷川達也選手がコミちゃんのバックアップとかさ、家泉選手は誰だろう、家泉選手も普通にサイドバックもディフェンスもこなせるもんね。そうだから結構新潟目線で見ても欲しいよっていう選手を僕はちょっとピックアップしてみたんですけどね、いかがですか。まあそんな感じで、まあ、順々にちょっとタイミング見ながらやっていきたいなと思いますので、ぜひね感想等、まあなんかリクエストがあれば、
とかあのこの選手のなんか単評聞きたいですとかもあればそれもね場合によっては取り上げるかもしれないのであのどしどしコメントいただければ嬉しいです。いかがだったでしょうか。ぜひチャンネル登録高評価そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。